まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。アウトコース見送ってストライクです。次が2球目、ボールになります。次が3球目、外に決まりました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ボールになります。低め、これは外れます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。いきなりフォアボールでランナーを出しています。打順は1番に帰ります。バッター強打、前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトランナーありません。マウンド上柳、そしてキャッチャーは木下。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。打ちました、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライトオーバー、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、2アウトランナー2塁。さあドラゴンズ先制のピンチです。やはり先に点をやりたくないのでね。走ってきた、キャッチャー三塁送球する。この場面でランナーを三塁に進められることとなりました。当然警戒はしてたんでしょうけど、簡単に許してしまいましたね。